ハローエブリアントで今回は誰する今回はする方で撮るんですけども、本日久しぶりの検証動画でございます。はい、私こういう動画を出したと思うんですよ。パスポートや島名なのに漢字が使える裏技を試してみたっていうことでですね、とある方を使えばですね、本来は使えない漢字を使うことができるようになるんですよ。まあ、詳しい動画はこちらの動画を見てください。で、今回思ったのはですね、島名を決めるときに漢字を使ったらタヌキちゃんちゃんと読み上げれるのか。それ本来はですね、島名に漢字は使えないんですけど、漢字が使える方法を試したらですね、たぬきちゃんちゃんと漢字を読み上げてくれるのか。サブスイッチに切り替えます。これサブアカに切り替えてきました。一回この島消しますあれこっから島って消せたっけあれだよね、こっからダメだよね。あ、セーブデータあったあったあった。ということで、集めのセーブデータ消します。怖い怖い怖い、相変わらず怖いんだよなこれ。消去起動タヌキ開発。待って、ってか待って待って待って。忘れてた忘れてた。めっちゃ忘れてた。島名を漢字にするには、言語をこれにしないといけないんだった。めっちゃ忘れてた。さあ、来ました。おー違う違うなんて書いてるかあんまりよくわかんない。さあ、来ましたよ。ニハオ。さあ、ここで、名前か、名前。はい、来ました。赤坂。なんて今、赤坂って言ってなかったよね、完全に。なんか。なって言ってた。ドゥンドゥン。ま、一回このチュートリアルが終わったら、言語を日本語に戻してみたいと思います。さあ、島名を考えるときはやってきました。なんでしようかな。これでいっか。赤坂最高。佐野吉ここでどういう感じで呼び上げるんだろう。はい。いや、なんて中国版佐野吉なんて言ったかわかんない、今。まあ、ようやくチュートリアルが終わりましたということで、ここでですね、日本語にしていきたいと思います。日本語になりましたが、たぬきちさんは僕の島名をどういう感じで呼ぶんでしょうか。うるさいうるさいうるさい、たぬきちすごいうるさかったよ今。さあ、多分ここで島名を読み上げるはずなんですが、さあ、僕の赤坂最高という島名をちゃんと読み上げてくれるのか、それとも中国語で読み上げるのか。さあ、今赤坂最高って言ってないよね。赤坂最高飛行場なんて言ってなかったよね今。なんかルルルルル飛行場って言ってなかった。赤坂最高とは絶対言ってなかったよね、タヌキチ今。絶対今赤坂最高ってタヌキチ言ってなかった。しまめに漢字を使ったら漢字読み上げてくれるかと思ったら読み上げてくれませんでした。